皆さんこんにちは、ケンです。今日はですね、あなたのクォーター、はい、まあいろいろカスタムしてきたんですけども、うん、まあまだカスタムしてないとこがあるんですよ、うん、なんか手が痛いって言ってたやん。あーそうそうそう、長時間乗ってると、うんうん、やっぱ振動で手が辛くなるっていう、うん、ことを受けて、まあ今まで純正のハンドルに、まあ、その今クッション性のいいスパカーズのバーテープを使ったりしてたんですけど、まあ、それでも痛くなるというっていうことなので、今日は新しいハンドルに交換したいと思います。でサイズ的には今これ40センチの幅なんですけど、今回も40センチの幅のハンドル用意しました。まあ、これ真っ白、うん、まあ、クォーター白いね部分もあるし、黒い部分もあるし、まあ、ほとんどバーテープで隠れるから、そうね。でこれがサソっていうブランドのカーボンハンドル、約3万円相当のものになります。これを交換する、まあ、要はハンドル交換の動画になりますので、まあ作業するのは私なんですけど、まあ、ぜひどういう風にやるかっていうのを、自分の愛車なのでお手伝いもしてもらおうかなと思います、はい。じゃあやっていこう。バーテープを剥がします。でスパカズのバーテープなんだけど、使用感が少ないからこれを使い回します。なんで綺麗に剥がしてください。はい、まあもうここからどんどん反対側も。でまあ一応ハンドル交換するために、まあこういうのを作って、私はまあハンドル動くとすごく嫌なので、こういうふうにもう固定してます。固定することによって、まあ、作業中に動かないっていう工夫してます。まあ、よければ参考にしてもらえれば。ゴリックスのなんかそのね、こういうフォークを固定するやつにホームセンターで買った、板に色を塗ってそこをボルトで、まあ、取り付けたっていうだけになります。0.35、 100g ぐらい軽量化されたのと、カーボン独特のしなりがあるから、うん、大丈夫かと。で一応まあつなげる部分にこうギザギザってザラザラしてるんだけど、これで滑り止め効果はあるんだけど、そうね、カーボングリス塗ろうか迷うな。どうしようかな。一応塗っときたい、念のため、うん、ずれても怖いから、その隙間埋めるって意味でも、ちょっと今これベッタベタなんですけど、この水青いやつね、今ね全部のケーブルを貼り直しました。いや要はここに通すためね。で前ブレーキのアウターケーブルだけ新品にしました。ちょっと長さが変わっちゃったからハンドルとステム変えて、あとは大して影響なさそうだし、ちょうどいいぐらいだから、うん、ちょっと前だけねダサかったから変えました。前のアウターケーブル、インナーケーブル変えて、残りのシフト2本と、リアブレーキ全部インナーは交換しました。今からもうバーテープ巻くんだけど、ここだけテープで巻いていきたいと思います。
でハンドルの取り付けが完了しました。私的には前よりスポーティーになった気がする。見た目、うん、フレームに合ってるよね、うん、ウォーターは白いロゴが入ってるから、うん、ちょっとこの辺とか違和感あるかなと思ったけど意外と馴染んでる感じはする。黒ね、うん、黒と赤ね、赤い線、赤、うん、赤がどうかなと思ったけどこの辺で結構まとまってる気がする。でステムもちょっと短くして角度がちょっとついてるので、うーん、上の方についてるやつなので、うん、手元に近くなりました。前より前は 70mm、 今回は 60mm、 うん、じゃあちょっと長さも違うし塗りやすくなった感じかな。ブライトな姿勢で塗っていただければ、うんうん、私結構さヒルクライムの時とかここを持ってゆっくり登るスタイルがあるからちょっと楽かもしれんな。そうだね、うん、スピードは出しにくいというかこうレーシーな姿勢にはなりにくいってことやな、ね、そうだね、うん、まあ、その時は下半持てばいいしめったに持たないと思うし。そうやね。で、まあ、今回の目的はあくまで、まあ、もちろん見た目も良くなったけど、うん、一番は振動吸収性を、うんアップさせる、うん、でこのサソっていう、うん、カーボンハンドルは、うん、まあ結構強度が高い、うん、まあ、要はカーボンの厚みが結構ありました。僕が見た限り。そうなんや、うん、で高強度でかつ、まあ、やっぱ今までのアルミとは違って振動吸収っていうのは振動吸収の良さっていうのは、うんうん、次回のライブで体験できると思います、うん、楽しみやな。で、まあ、今月はなんと150キロ以上走るライドを企画してますので、うん、そこで、まあ、初インプレといいますか、うん、できるといいね、うん、感想をまた聞かせてください、うん、はい、では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。